どうも皆さんこんばんは。新人イケボ配信者のキムです。皆さんどうもこんばんは。イケボ配信者です。今回の動画なんですが、ツイッターで皆さんの嫌いなタイプの教師を聞いてみたので、そちらを見ていこうと思います。もしこの動画がいいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。生徒が遅れたら怒るくせに、授業に平気で遅れてきてごめんの一言もない教師。いや、いるよね、これ。プライドめちゃくちゃ高いんだろうね。大人って理不尽だよね。やっぱ、あ、僕も大人か。毎回チョークで書いた文章の後にチョークでトントンってやって白い点つける調子。あれやるのまあ癖なんでしょうね。ちょっと気になるけど、これは許してあげて。今日は23日なので23番って言ってくる教師。これ完全に陰キャキラーだよね。やべえ、今日23日だ、学校休みてーってバクバクしながら学校行くよね。黒板消し忘れた上から各先生。黒板消し忘れてるなーと思ったら、日直の人消し忘れてるよーって言えばいいだけなのにね。もう心の器がバカせまいよね。ここテストに出るからなって言っといて出さなかった先生。完全なトラップカードですね。テストに出るぞと言ったからには命をかけろよ。授業中にツイッター見てること怒ってくる先生。授業なんかよりもツイッターの TL 眺める方が100億倍大事ですからね。なわけあるか、ツイッターやめろ。二人組作ってくださいとか言う先生。また出ましたね、こういうタイプ。インキャキラー EL 持ってますから。あ、ごめん、モンスト脳だわ。すぐ連帯責任って言ってくる教師。3人ぐらいうるさいと、このクラスは他のクラスに比べてうるさいよって謎の連帯責任取らしてくる先生いるよね。自分が授業忘れてたのに遅れてきて、なんで呼びに来なかったんですかって言ってそっから説教し始める先生。先生が時間になっても来ないとき、学級委員みたいな真面目な子が呼びに行こうとしてるんだけど、それをね、やめろよと。授業潰そうぜって陽キャが止めるんだよね、大体。でも説教されるとはいえ、それで授業が潰れるならオーライですかね。テスト用紙に唾つける先生。プリントとかテスト用紙配るとき唾つけてね、めくる人いますよね。汚ねえよな、正直。陽キャには優しく、陰キャには厳しい先生。過去実体験。いや、そんなのいるんだ。オタクに優しいギャルならぬオタクに厳しい先生じゃん、それ。保険の教科書見てニヤニヤする先生。心はいつまでも男子中学生なんでしょうね。帰りの会が長い担任。他のクラスみんな帰ってるのにね、早く帰らせろって思うよね。チャイム鳴っても普通に授業延長してくる先生。そういうやつに限って会社のチャイム鳴る前に授業始めてくる。生徒の5分休みとか10分休みのありがたさ知らないんですかね。休み時間ちょっと削れただけでもだいぶダメージあるからね。これ皆さんが静かになるまで先生ここまで退化しました。なんで何年間待たせとんねん。課題の量が異常な先生。まあ仕方ないのかもしれないけどね。嫌だけど、課題出されないとみんなやらないでしょ、勉強。復習とか予習とか。勉強、頑張ろうね。効果を大きな声でみんなが歌わなかったら、人の心がないと説教を始める教師。正直皆さん、学校の効果とか伝統とかどうでもいいですよね。なんで効果なんて歌わないといけないんだろうね。いや別になんか歌いたいやつが歌えばいい。表向きは熱血系なのに、全員に平等じゃない教師は苦手。これ完全に偏見ですけど、体育会系の熱血教師ってやけに女子に甘いんだよね。平等に接してくれよ、エロ教師。怒られる。もう怒られる。誰も手を挙げなかった時、部員に当ててくる顧問。そして他の生徒よりもなぜか怒られる部員。部活中はともかく、授業なんだからみんな平等にね、やっぱ接してほしいよね。失敗は宝だから失敗してもいいって言ってるのに、失敗したらめっためったんのボッコボコに怒ってくる先生。DV 彼氏みたいな先生だな。つまんないギャグ言ってくる先生。今の笑うところだろうってやつね。ここで僕の激おもろ爆笑学校ダジャレを言います。おいおい、その計算展開してんかい。催眠術を仕掛けてくる先生。休み時間全然眠くなかったのに、授業始まった瞬間めちゃくちゃ眠気くるもん。スリーパーか。家庭訪問の時に家のドアぶったたいてくる先生。いやもうドア破壊しようとしてるやん。こんな先生いないだろ。みんなが静かになるまでスンドゥブー半かかりましたっていう先生。だから架空の先生を作るな。令和になっても私の時代は〇〇だったなどと言って古臭いことを押し付けてくる教師。ちがたりじいさん。昔の時代は昔の時代で、今の時代は今の時代ですからね。なんか小泉進次郎みたいなこと言った今。その校則がなぜあるのか聞かれても説明できないくせに強要してくる先生。校則ちょっと厳しすぎないか。緩いところ
は緩いんだろうけど大体のところは厳しいよね。主に髪の毛とかね、このラインより長かったらアウトみたいな。でも教師の中に完全にアウトな髪型の人いない？体育の授業中に長袖長い靴下禁止って言いながら自分は防寒対策バッチリな教師。冬のマラソンの時間とか毎回これ。マラソン大会が学校行事の中で一番いらないよね。誰も楽しいと思ってないよ多分。僕たちは何のために走らせてるんですか？いや、もしかしたら走ってる姿を見て、うわ俺防寒対策バッチリなのにあいつら寒そうにしてやんのって思ってんじゃね体育教師。自分で言うのもあれだけど想像力がかなり豊かだわ。原豊かだわ。解決ぞろいの作者だわ。今までの先輩はこうだったのにって言ってくる先生、あまり他人と比べるのはよろしくないよね。その子だって精一杯頑張ってるかもしれないのにね。結果だけを見て努力を認めない人間なんてクズですからね。怒るとき叫ぶんじゃなくて笑いながら扱えてくる先生、自称サイコパスの痛い中学生ですかね。ロッカーキーなくなりました、犯人探しすっぞ、名乗り出るまでやるぞ。これ盗んだ張本人が悪いんだけど、無害な人たちを巻き込むのは違うかなって思うよね。もうちょっといいやり方ないんかね。それで帰るのが遅くなったりして最悪だよね。こんなことを言ってくる先生かっこ顧問。練習しないの？なんで？勝ってないのに。気持ちの悪いおっさんですね。